はい、こんにちは、ハリネです。はい、こんにちは、さとみです。日本ハムのさ、告発動画みたいなやつを見て、結構ひどくなかった？うん、結構ひどかったし、もうなんか最初見た時マジなんか同じ人間がやってると思えんって思った。なんでこんなことできるんだろうみたいな。まあそれをさ、今までなんかこう知らず知らずのうちに利用しとった自分のこともちょっと反省したりしたんだけど、改めてね。でもなんかこうコメント欄開いてみたらさ、すごい結構なんか辛辣なコメントが多くて、めちゃくちゃなんか結構ひどいコメントが結構多くて、まあそんなコメントされても仕方ないのかなとも思ったけど、だけどちょっとやっぱなんかこう悲しくなったっていうか、そこでちょっと自分の怒りとかもさ、なんていうのかな、あ、このまま飲み込まれちゃダメだなって思って、なんでそういう飼育状況になっちゃったのかなっていうのとかを考えたいなって思って、まあそんなこと考えながら今日バイトに行ってきたじゃん、前の職場のバイト、鉄工所のバイトね。まあ仕事内容とか全然聞かされてなくて、本当になんか最近残業ばっかりしとって、めちゃくちゃもうきついって言ったもんで、手伝ってほしいって言われて行ってきたんだけど、したらなんと伊藤ハムの機械の溶接すると焼きっていうのが出るんだけど、焼き鳥だったじゃんね。もう嫌で嫌でしょうがなかったんだけど、まあやるしかないじゃん。なんでやって、なんていうの、仕事帰りにさ、まあなんか個人的に俺この伊藤ハムの仕事とかはもうなんかやりたくないっていうか、どっちかっていうとなんかもう嫌だやみたいなこと言ってきたんだけどね、その日本ハムの告発動画を見て本当にひどかったし、個人的には本当に嫌みたいなことは言ってきた。まあでもだもんで、もう呼ばんでとは言わんかったけどね。確かに伊藤ハムに加担することになっちゃうし、ビーガンとしてどうなのっていうコメントが来るかもしれんけど、それでも俺はなんかその前の会社の社長が本当になんか苦しい思いしとったりとか、辛くてどうしようもなくて、もう後期も間に合わんくてやらんといかんってなった時に頼ってくれたら嬉しいもんで、なんならそのさ、これから先ちょっとずつなんか変わってくれるかもしれんし、俺が嫌だけど手伝ったりすることによって、っていうかもうそのね、伊藤ハム以外で呼んでくれるようになるかもしれんし、それは分からんけど、まあそれがさ、仕事を辞めるさ、きっかけの一つでもあったじゃん、その俺が行っとった工場で伊藤ハムの仕事とかが結構来るもんで辞めたっていうのもあるじゃん。まあいろんな理由があるけどさ、最近はもうなんかめんどくさいもんでコロナで仕事なくなったとか言っとるけど、まあそれも事実だけどね。でもなんかさ、その工場を辞めて今庭師のアルバイトとかめちゃくちゃ行っとるじゃん。でその呼んでくれるさ、庭師の人とかもめちゃくちゃいい人で、なんかモスバーガーでさ、このまあ新しいグリーンバーガーとか出たらさ、すぐにお昼連れてってくれたりとか、近所のさビーガンの料理のあるさスーパーとかにさ連れてってくれたりとか、もう本当に優しい人だもんで、これからも手伝いに行きたいって思ってるんだけど、すごい音楽の話とかもできるし、でもやっぱその一方でさ、庭木の手入れとかしとって蜂の巣とかが出たらさ、処分しんといかん場面とかもあるし、茶毒ガとか、茶毒ガわからん人はググってください、茶毒ガとかがさ出た場合もさ、処分せざるを得ん時もあるし、なんなら消毒とかしたら虫とか死んじゃうわけじゃん。なんかそういうこと考えたら、もしかしたらそのなんていうの、その日本ハムの人たちも好きでやってるわけじゃないのかなっていうのもちょっと思ったりした、まあ、だもんで、だからって別にいいわけじゃないけどね。でもなんかそうやって人と人である以上、相手の気持ちを考えるっていうか、歩み寄る姿勢は絶対に忘れたくないなって思った。でもその上で、その自分の置かれた状況について仕方ないって思うじゃなくて、いい方向に進むように努力はしたいなって思った。その0、100じゃなくてね。でもそのいい方向に向かったりとか、なんかさ、気づいてちょっと変えることって誰にでもできるじゃん。だもんで、今日はこの動画を見てくれた人がちょっとでもなんかその自分のさ、今置かれとる状況をもう一回考え直してみて、ちょっとでもなんかこう優しい方に歩いていってほしいなっていう動画です。って思っとったら、なんかむしこさんのストーリーでさ、見た、あのなんかクラブハウスでさ、ジェイとユキピーとむしこさんでなんかこう畜産業やっとった人が、最初はなんかそのビーガンの人たちのことっていうか、動物愛護の人たちがなんかこうクレーム入れたりしに来とったもんで、めちゃくちゃ嫌いだったんだけど、でもその屠殺場を見に行った時に、牛がすごい悲しそうな顔しとって、仕事を辞めて今畑をやってるみたいな。だけどその畑をやる上でもすごいさ、
やっぱり何かしらの犠牲があるみたいな、害獣の駆除とかさ、害獣っていう響きあんま好きじゃないけど、まあ、害獣の駆除とかもあるし、畑を育てる上でさ、牛とか豚の糞がさ栄養になってるわけじゃん、肥料みたいな。まあ今はなんか自然栽培とかもあるけど、まあでもだもんで結構なんかこう自分でもどうしたらいいかわからんくて悩んでるみたいなこと言っとったけど、めちゃくちゃなんか素晴らしいやって思って、その人だってその自分の置かれた状況下の中でも自分にできる選択を取って、でしかもその自分で取った選択の中にもまたさらに問題が生まれてまた悩むって、なんかもうすごいなって思った、本当に思ったマジで。だもんで俺もさ、その庭師のとこに行っとってさ、消毒で虫殺すのも嫌だし、巣が出てきて蜂殺すのも正直言って嫌だけど、仕方ない場合とかも絶対あるじゃん。仕方ないっていうのもあんま好きじゃないけど、でもうなんかやむを得ん場合とかもあるじゃん。それでもなんかこうちょっとずつでも自分で逃がせる虫は逃がしたりとかさ、そういうことは続けていこうって思った。なんかその姿勢はマジで大事だなみたいな思ったっていうか、まあそうしとるだけど、改めてね、改めて思った、そうやって。でなんでそうなったのかに戻るけど、なんでそういう飼育環境になったかっていうとさ、俺たち消費者がさ安くいい肉を食べたいとか思ったもんで、そういう風になっちゃったのかもしれんじゃん。ってことはやっぱり自分に原因があるって思わんと変わっていかんことじゃん、うん、もちろんさ肉を食べてる人の中にもさ、あの虐待映像を見たらひどいって思う人たちっていっぱいおるわけじゃん。でもそうなった時にその企業側を責めるだけじゃなくて、自分自身にも原因があったなって思って、ちょっとでも変わってほしいなって思って、今日はこういう動画を撮ろうと思いました。でなんかよくさ、私一人変わったところでとか、俺一人変わったところで何も変わらんよとか言う人おるじゃん。だったらね、周りも巻き込んじゃえばいいと思う。友達とかに、俺なんかこういうこと気づいてこういう風にしようと思うんだけど、俺一人変わったところで全然なんか変わる気がしんもんで、お前も変わってよみたいな、そういうこと言ったら友達だったら分かってくれるくない？俺の友達だって現にさ、肉減らしてくれるって言ってるやついっぱいおるしさ、なんかこう重たい趣味つけた時に一人じゃ持てんくても三人で持ったら余裕で持てるかもしれんじゃん。今回も俺一人で語ればよかっただけど、俺一人で語るより二人で語った方が伝わるかなって思ったもんで今日手伝ってもらったわけだし、なんかそうやってどんどんさ、こう仲間を増やしていけばいいじゃない、いいと思う。だもんなんかそんな卑屈になってさ、俺一人変わったところでとか、私一人変わったところでとか思わんでほしいし、ガンガンね行動に移してみんなで変えていこうよ。まあとは言ってもさ、なんかあの飼育環境とかさ、あの映像を見て別に俺ら許せるわけじゃないじゃん、うん、本当にさ腹渡にえくり返るぐらいムカついたし、なんか今回のことでさ何か気づきがあってさ大きく変わってくれるといいね。まあそんな感じです。さとみも寝そうなんで終わります。バイバイ。誰か傷つくなら何もいらない人と、誰かの犠牲があっても裕福だけ追い求める人と、何か殺してまで満足8ファイター人と、愛すること